人的保障。人的保障、それは自チームの選手が FA 宣言によって他チームに移籍したとき、戦力低下の保障として移籍先の球団がプロテクトした28人以外の選手を1人選んで獲得することで、これまで多くの選手がチームを移籍してきました。中には移籍先のチームで大きく才能が花開き、レギュラーに定着した選手もいます。そこで一つの疑問が生じました。人的保障で他球団に移籍し飛躍を遂げた選手は一体誰なのか。というわけで今回の動画は人的保障で飛躍した男たちを紹介したいと思います。野球中継を見るような感覚でご覧ください。ではどうぞ。選考基準、今回紹介する選手は主観による偏った評価を避け、公平を期するために里崎チャンネルのスカウト編成能力チェックシリーズで使われていた里崎指数を使い、移籍してランクが上がった選手を4人紹介したいと思います。里崎指数の詳しい評価基準はこちらの動画で説明していますので、興味ある方はぜひご覧ください。1人目、赤松雅人。新井貴浩の人的保障で阪神から広島に移籍、ドラフト60名で阪神タイガースに入団。阪神時代は1年目から2軍で首位打者や盗塁王などタイトルを総なめしましたが、当時の阪神の外野陣は不動の4番だったレフト金本、平成ナンバー1盗塁王の赤星がセンターを守っていて、ライトは浜中檜山といった実績のある面々がおり、非常に層が厚かったので1軍での出場はわずか2試合にとどまりました。今の阪神だったら即スタメンでしょうね。2年目以降も2軍では活躍しますが、1軍ではなかなか試合に出られない日々が続き、2007年オフ阪神に FA 移籍してきた新井貴浩の人的保障で広島に入団しました。2008年、開幕は右肩の怪我のため出遅れますが、合流してからはスタメンで起用され、4月29日にはプロ初ホームランを初回先頭打者ホームランで飾りました。この年は若手の左打者天谷と併用され、前年を大きく上回る125試合に出場、7本12盗塁をマークしました。2009年は初の開幕スタメンを勝ち取り、レギュラーに定着、オールスターではファン投票で初選出され、シーズン通して初の規定打席に到達、得点圏打率も3割を超え、勝負強さを発揮し43打点をマークしました。2010年はスタメン出場こそ減りますが、一時は打撃好調で7月には3番を任されるなど活躍、打率2割8分5厘、自己最高の20盗塁をマークしました。またこの年は守備面でも大きく注目を集め、8月4日の横浜戦、村田修一が放った左中間のホームラン性の打球をフェンスによじ登りキャッチ。このプレーの映像は瞬く間に全世界中に拡散され、アメリカのスポーツチャンネル ESPN では全世界のあらゆるスポーツの中から選ばれる総集のトップ10にて赤松のこのプレーが1位で選出されるなど大きく取り上げられました。このように持ち前の脚力を生かした守備力が評価され、オフには自身初のタイトルであるゴールデングラブ賞を受賞しました。2011年以降は控えに回り、ダイソー守備要員としてチームを支え、2016年には広島の優勝に貢献しました。そして同年シーズンオフ、人間ドックを受診したところ初期の胃がんが発見され、2017年の1月5日に胃の半分を摘出する手術を受けるも、その後がん細胞のリンパ節へ転移していることが判明。早期の復帰を果たすため赤松は副作用の強い抗がん剤治療を選択し、がんと戦い続けました。その結果7月には3軍練習へ合流、チームの優勝を目前に控えた9月14日からは1軍に帯同し、18日にチームは優勝を果たし歓喜の輪に加わりました。その後は引退試合まで1軍での出場はありませんでしたが、プロ野球ファン、そしてがんと戦う人たちに大きな勇気と希望を与え、2019年に現役を引退しました。2人目、福地和樹。石井和久の人的保障で西武からヤクルトに移籍、93年ドラフト40名で広島に入団、ダイソー守備要員として試合に出場。2005年シーズンオフに西武にトレード移籍すると、人生初のヒーローインタビューを受けるなど、持ち前の足に加えて課題のバッティングでも結果を残し、2006年には91試合に出場し打率2割8分9厘25盗塁、2007年は117試合で打率2割7分3厘28盗塁をマークし、選手としてステップアップした後、2007年オフ石井和久の人的保障でヤクルトに移籍しました。ヤクルトに移籍後は1番打者に定着して初の規定打席に到達、打率3割2分9本塁打61打点とキャリアハイの成績を残し、42盗塁で初のタイトル盗塁王に輝きました。2年目も42盗塁をマークし2年連続で盗塁王を獲得、
その後は控えに回り、ダイソー守備固め要員としてチームを支え、2012年に現役引退となりました。福地選手に関してはトレードで飛躍した選手としてもこちらの動画で取り上げさせてもらっています。興味ある方はぜひご覧ください。3人目、高宮和也。平野啓一の人的保障でオリックスから阪神に移籍。2005年希望入団枠で横浜に入団するも、期待を裏切るフライないピッチングが続き、特に2007年オリックス戦でワンアウトも取れずに大乱調となった時は、実況をしていた C の茂アナウンサーが激怒、今すぐ荷物をまとめて横須賀に帰れ、水差しやろうと酷評され話題となりました。当時の音声がこちら。この高宮もう泣きそうな顔で下を向いて、もう立場がないといった感じで今ダグアウトへ向かっていますが、これはもう内容からして誰も同情してくれるような内容ではありません。そのままカバンに荷物をまとめて横須賀へでも行けと言われても仕方がありません。誰もかばう人はいない、誰も同情する人間はいないという感じの無様な打たれ方です。しかも昨日までいい形で3連勝という、5割から貯金も1個できて、昨日はとにかく三浦で勝ったんですから、ムードが上がっている中のこの状況というのはもうおよそチームに水を差すというこいつが悪いこの高宮でございます。もうひたすら水差しやろうと呼んでやりたいような、何のために出てきたんだともう言われても誰も同情はしないところです。その後はサイドスローに転向するなど試行錯誤を繰り返しますが、結果を出すことができず、2010年オフオリックスにトレード。オリックスにトレードされた後は当時の監督だった岡田彰布に勧められ再びオーバースローに転向。同年20試合に登板、翌年は1試合の登板に終わり、2012年オフ FA でオリックスに移籍してきた平野啓一の人的保障で阪神に入団。移籍1年目は1試合のみの登板となりましたが、翌年の2014年5月に1軍に昇格すると左のワンポイントとして活躍。22試合に登板し防御率 2.98 と安定した成績を収めました。特に巨人とのクライマックスシリーズでは対阿部慎之助のワンポイントリリーフとして3戦連続で対戦、見事に無安打2奪三振を奪い、チームの日本シリーズ進出に貢献しました。高宮は阿部キラーと言われ称賛されました。そして2015年、開幕直後から一軍に帯同し自己最多の52試合に登板、防御率 3.02、 チーム3位の10ホールドポイントをマークし、キャリアハイのシーズンとなりました。翌年からは FA で、高橋明文が移籍してきたこと、自身の不振も重なり登板機会が減少、17年に現役引退となりました。4人目、市岡隆二。大竹寛の人力保障で巨人から広島に移籍。2011年ドラフト3位で巨人に入団。巨人時代の2年間で13試合の登板にとどまり、2013年オフ広島から巨人に FA 移籍してきた大竹寛の人的保障で広島に移籍しました。すると移籍1年目から開幕1軍入りして勝ちパターンの一角を担い好投を連発、またこの年のオールスターにはファン投票で初選出されています。後半戦は右肩痛のため先制離脱しましたが、最終的に31試合に登板、防御率 0.58 と圧倒的な成績を残し、この活躍ぶりは1億が FA で広島に、大竹が人的保障で巨人に飛ばされたと揶揄されるほどでした。翌15年は38試合に登板し防御率 4.14 とやや精彩を欠き、16年も右腕の故障で出遅れたものの交流戦から復帰、1軍では27試合に登板、防御率 1.82 と安定したピッチングを披露し広島の25年ぶりの優勝に貢献しました。17年は4月後半からチームに合流し年間通して活躍、自己最多の59試合に登板、防御率 1.95、 19ホールドを上げチームの2連覇に大きく貢献、18年も前年に引き続き59試合に登板、防御率 2.88、 18ホールドを上げチームの3連覇に大きく貢献しました。19年はこれまでと一転、防御率は悪くないものの安定性に欠き、1軍2軍を行ったり来たりする日々を送ります。20年も復調とはいかず19試合に登板、防御率 6.23 とシーズンを終えました。というわけで今回は人的保障で飛躍した選手を紹介させていただきました。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。